テンテテン。何フラグが起きないだと。フラグばかり起こしているわけではないのだよ。ああ、いきなり靴だ。あれ、落ちるフラグだよ。靴はきついんすよ。ほら、ここら辺のステージは空が綺麗。これちょっとね、タイミングわらわらむずいよね。だがよく落ちる。あれね、おかしいな。さっきね、あれタイミング関係なかったね。こいつ飛ぶの失敗したもん。重力加速度って怖えな。よし、脱出成功じゃ。次の靴あんだろ。あれねえ。わらわら、飛んでった方が早い。わら。やばいな、次。これ戻るか。カービィ落下速度早いね。わら。靴のプレイは普通。あれ、ちょっと俺今卑怯じゃなかった。なんだよ、パーツじゃねえのかよ。じゃあどうでもいいよ。じゃあ次だ。ここで靴を捨てよう。ちょっとさっきルートが卑怯臭かった。あっ、完璧で、なるほど。よし、楽勝楽勝。はーい、靴から出てた。さらば。予想通り。よっと。ロープ入ります。ロープからのブドウ。ローブドウ。ローブシン。それポケモンだな。今さっき1個目出たばっかだから次は当分後だろうという安心感。やっぱないよね。アローであろうはこの次の作品から。3デラックス。こんなね、分かりやすいのいいわ。即時じゃねえもん、メスカービィ。食らっても即時じゃねえし。ぶどう食べよう。キョホーキョー。このロープが後にジャイロで進むことになるのか。あったな、そういや。ジャイロはやめてほしいんだよな。炎と氷両方よこせ。 I have a fire. I have a ice. フリーザード。大の大冒険。どっちで行こう。これで行く。氷だよ。あ、ほら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 、スーパーボンガス。フリーザードなし。この男を腕にドローは使う。いただきます。いや、どうもハンバーじゃ。いくぜ。あ、これ別画面じゃねえか。これミスったらダメなやつだ。いや、ハンマー。すべてを破壊。ハンマー使い。あ、叩けハンマーは叩くためにある。おお、落ちた。落ちる。ここ次、ここハンマー投げ。ハンマー減る。来た。ぶっただけ。ドゥ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 ン。やばい、ゲージがあまりないんだ。いやん、最強の衝撃波フラグの字。あ、でかっ。ストレッからの連続叩き。ストレッ。ああ、で異世界だろ。やら、ゆったりとしてるな。異世界まだまだ。チンチン。
あ、これか。行きまーす。はっはっ。おいちょい。よし。いやー痛い。よー、除夜の鐘。はあ、ニガトンハンマーですよ。でっかい食い物ぺったんこ。いきます。これ潰された記憶あるな。テトリス、テトリスやってんの。誰がテトリスやってんの。自分で飛んでいく。よし、誰テトリスやってんの今。着地。うん、びっくりした。今のこう下にいたら死んでたよね。モノキもモノキ。あ、おいちょいちょい。お前軽いな。そんなでけえのにあの息一発で吹っ飛ぶんだ。あんまり正規ルート行った感じないけど、ウィップと槍で行こう。カビです。いで槍投げ。超強い槍。槍神強いです。54コンプリートマト、トマトいらねえ。ダイモン。はい、ただいま。はい、ハンマーをつけて槍を。頭って本当どのゲームでもかわいそう。潰される足。カービィ潰すとあんこ出てきそうだよね。あれ、まだあるの。ラックルジョー、もう一面あるの。ここゴールゲーム、やったぜ。へえ、もう完璧だな俺。カービィまんじゅう作らねえかな。ぷよまんみたいな感じで、カビまん。中身はチョコとあんこと、まあ俺はあんこ好きじゃないからチョコしか買わねえけど。はい、80個。もう一面あってボスだな。いつナナになるか楽しみにしとこう、わら。普通に2でミスると思う。この塔高い。これ絶対上にあるパ。よし、先に進むぞ。ん？いきなり選べる。選べる4種類。よっちょ。チャス。そう。金じゃねえ。これじゃないね。俺が欲しいんだ。あ！これ毎回戻されるやつか。なのでここに持ってきたんだ。わら、あ、わら、あいたー、わら。これ俺なんで持ってきたんだ。まあいいか。ゴックソードです。これ毎回戻されるやつか。いや、あ、そういうことか。ボスを倒すと全部もらう。そう、中ボスラッシュで、これ多分戻され、やはり
しぼら。おっと、これでデデダイオウのキョノキョッカ。うわ、今下くぐれると思ったんでくぐれなかった。槍が参ります。足がある。あれれね、あのこの槍の投げ方さ、すげえ超魔界村っぽくね。この投げ方、多分次はこれで取れるところだと思う。今日の天気は晴れ時々槍。槍が降ってくるですよね。カントゥーン、ハットン、ハットンあればそら食わせるさ。他のはいらないんで。次は何？武器何？武器何あるの？ビーム？ストーンのままでいい。ウォーター。マッチョマン強い。ここ治っても大丈夫だと思うんだけどな。早くどっか行って。ほら、どう。ウォーターってことは炎だね。燃えている、燃えている。水で、カービィの水鉄砲だ。これ今ね、ちょっと危なかった、ね、これのダッシュ攻撃に移って炎で、コピー出て消滅する可能性あった。ちょっと危なかった。そうだね、ワタのままでいい。あー、剣の方が良かった。当てにくい、当てにくい。トルナレフ状態。ウォーター強い。笑、強いけどちょっと当てにくい。やっぱトルナレフをもっと使わないと。電気、ん、電気、あ、すべてを貫け。やった、コンプリート。あ、ぬるかった。まだ何かあるのかい。もうコンプリートはできているよ。何もなかった。ほんとカービィは優しいな。あ、2でも十分だよね。トマトだけの部屋、わら。15、15、大して変わらねえ。さあボスだ。で、デデデだったっけ。デデデ、なんかヌメヌメしてる。はい、レベル5コンプリ。言った通りになった、わら。ずっと集中しとくのはしんどいんだよ。完璧だ。完璧じゃなかった。誰だっけ。デデデはプレイヤーだから。あ、そうか、今回はそうだよな。絶対このままのが楽勝だよな。誰だったっけ。この次はドラゴンさんだったの覚えてんだけど、5年前だしな。なんかもうクリアしたかのような音楽が流れ出したんだけど、誰だったっけ？クリアだと思うじゃん。セーブ。やったー、最後のパーツ。ジョノグッチュー。誰？誰来るの？あ、お前か。ああ、カービィさん、ちょっと画面の奥の方も。グランドローター。なんだか。そんな攻撃私には効かんぞ。下から来るぞ。あれ、
ドンドンドン。ちょっとこれで半分か。なるほど、船のパーツを取り込んで強くなったんだな、こいつは。いで。釣ったらバーリング使えそうな敵だな、わら。確かに。機関機関バリアじゃ。サンダーブレーク。サンダーブレーク。やっぱ無敵がないのかな。画面の向こう行っちゃった。機関機聞くわ。それ聞くよ。何そのゲノ。お前は小熊か。あれ。一周目だから画面に倒したことないから、まあ、別にし。負けはしないんだけど、はい、笑、ちょっとパターンをね覚えとかないとね、格闘への道で苦戦しそうだ。行かないとは言っていない、意外に強い。さらばだ。あれ、あ、いっぱい来た。帰れ。あ、そういやそうだった。これだ、グランドローパー、来い。ふう、あー、マルクみたい。来いよ。かっこいい。お前たち消えろ。カウンターじゃー。ここダメ、このタイミングじゃ倒せないか。お前一人のために報酬来いよ。カウンター、七つさや。あー苦しい。あ、まだ出てる。お前もしんどげ。行くぜ、カウンターからの連打だっけ。我が剣の旅となれ。フィニッシュじゃ。ああ、最強の一撃を。あっ、あっ、あっ、ウルトラソード。我に立てぬ者なし。気持ちいい。ジェンダー隊長親分です。パチパチパチ888。マホロはパーツ全部揃ったよ。ほう持ってきたと、空船完成。この船を漕いで行け。ガシーン。すべてのパーツが戻った。船は力を取り戻したんだ。よし。わお、カービィやったよ。ついに僕の船が元の姿に戻ったよ。オールニューウィング2つエンブレムにマス。マストだね。マストだけに完璧。かわいい。完璧だ。この時をどれだけ待ち望んだことか、本当に本当に感謝するよ。じゃあ約束通り僕の故郷ハルカンドラに招待するよ。ハルカンドラはこの世界とは違う別の世界にあるんだ。すごく遠くにあるけど、この船のローアならあっという間にひとっ飛びだよっと。そうと決まれば善は急げだね。早速ハルカンドラに向けて出発。ドゥドゥドゥ、パチパチパチ、ヌイーンヌイーン、吸い込まれる。ここがハルカンドだ。ポチッとな。レッツゴー。ワープ成功しました。
星のカービィって言われて、しょっちゅう宇宙に飛び出すよねこいつら。大気圏突入します。船が持たない。うわもうもう衝撃、衝撃されています。ああ撃ち落とされるよ。4つの首を持つドラゴン。だいたい3つは多いんだけど4つっていうのこれ今回4人同時プレイできるから4つだったんだよね。ああ撃墜されちゃった。死んでる。ワーニング、ワーニング、追われてる。4つの首を持つドラゴン、やつを倒さねば。なんで凶暴そうなやつなんだ。こんな凶暴そうなドラゴンは倒してしまうしかないぜ。旅かわいいな。まあほら俺に任せとけ。はい、わしに任せるぞい。はやはや、僕喋れません。ありがとう、ありがとう、みんなこの凶暴そうなドラゴンを倒してくれ。なんて凶暴そうなドラゴンなんだ。レッツゴー。こっちにはピンクの悪魔がいるから。トン、ワールドマップ。一応ワールド選べるんだよ。ねん。レベル6、エッグエンジン。